皆さんこんにちはファイナンシャルプランナーの深谷康彦です今回の動画の目的は2022年のお金回りの法改正などを中心にいろいろお話させていただきたいと思います、えー、皆様方の資産運用や家計管理の役立つ,つ話題を中心にお話していきますのでどうぞ最後までお付き合いしていただきたいと思いますそれではですね、えー、第一回目はですね 2022年の1月から 3, 回3月までのトピックという形で3つのポイントについてお話しします。1つ目が住宅ローン減税の変更2つ目が自動車保険の引き下げ3番目が米国の FOMC 金融政策のでの政策変更この3つのトピックをお話しさせていただきたいと思います。それででははまずは1つ目、えー、住宅ローン減税の変更ですね えー、通常皆様方がマイホームを購入する場合には、えー、ですね現金で一括というわけではなくて住宅ローンを組んでマイホームを購入するのが一般的かと思います。で、えー、住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合には原則十年、毎年年末の残高の1%、最大40万円までが税額控除という形で住宅ローン減税でですね還付が行われていました。まあ最大40万円で10年間ですから。 マックス四百万円がまあ税額控除されていたというのがですねこれまでの住宅ローン減税でした。で二千二十一年で、えー、このですね住宅ローン減税は終わったんですけども、えー、今年二千二十二年の、えー、税制改正で、えー、今年の一月からは、えー、少しですね税額控除額なを変えて、えー、最長四年間延長という形になっております。えー、基本的にはですねこの住宅ローン減税ですけども、えー、今年の一月からは 毎年末の残高の0.7%最大21万円13年間で最大273万円が税額控除される予定とこういう形になっておりますでただしこの住宅ローン減税ですね実際にはですね控除額などは購入する物件あるいは購入する時期などによって異なると思っておいてください今お話ししたですね40万円の10年で最高400万円 それが二千二十二年、今年から最大二十一万円、十三年の二百七十三万円が上限。これに変わるのは、一般住宅と呼ばれる物件を購入した場合になりますので、ご注意しておいてください。また、この住宅ローン減税ですけども、一応変更される予定ですけども。実はですね、この改正の法、この改正に盛り込まれている法律が。 通常はですね、まあ年度中に改正される形になってます。まあ今年もこの部分でいくと、まあ早くて2月、まあだいたい通常は3月頃に法改正が行われまして、その法律が改正された後、えー、実は別に、ね、1月に遡って適用とこういう形になるので、まあ現段階においては法律の改正が行われてないので、まあ住宅ローン減税の変更の予定という形になりますね。ただし、えー、皆様方がこの番組をご覧になるときには。 ですね。2022年3月あるいはこの法改正が済んだ後に見てる場合にはこれはもうすでに適用されていますのでその点あたりはご注意しておいていただきたいと思いますでは2つ目のポイントです2つ目は自動車保険料の引き下げです、えー、いわゆる今年2022年1月より損害保険会社大手4社の平均ではだいたい1から2%の自動車保険料の 保険自動車保険の保険料の引き下げが行われる予定です。ですね。ただし今契約しているものがですねそこから引かれるのではなくて実際にはですね今年以降新たに契約をし直したものから保険料が差し引かれる形になるということにはご注意しておいてください。ただしですね実際には自動車の種類あるいは形式運転者の年齢過去の事故歴など け個々人の契約条件によってはですね。保険料の引き下げ割合が平均より高かったり、あるいは場合によっては保険料が上がるケースなどもあります。ある点はご注意しておいていただきたいと思いますね。続いて3つ目のポイントです。えー、米国の fomc 金融政策の変更ですね、えー、これが実はですね。今年の資産運用では最もですね、えー、投資家の関心がある出来事と言っても過言ではございません。 どういうものかと申しますと、えー、ですねコロナ禍において世界の中央銀行はまあ前代未聞の大金融緩和というのを行っております。その大金融緩和のすね緩和簡単に言うと水道の蛇口をこれから閉めるようなことが、えー、ですね今起こりつつあると思っていただければ結構です。どういうことかと申しますと、実はすでに金融緩和簡単に言いますと世の中に出すお金の量を少しずつ縮小していて。 もうすでに1月2月と減少していて、この3月にはその料金引き緩和ですね。いわゆるこれテーパリングと言いますけれども、これが終わる予定です。で、その3月にテーパリングが終わった後、今度はですね、金融政策の正常化という観点で、政策金利の引き上げこれが行われる予定です。これは早ければ3月からでですね、年内に2から3回ぐらいの予定でしたけれども、現在ではアメリカは、えー、サービス価格や。 物の価格が上昇していてインフレ懸念が言われております。そのため2回から3回が3回から4回、人によっては5回とか6回あるんじゃないかそんな声も言われております。またそれとともにですね FRB はさまざまな資産を買い入れてバランスシート、要するに資産の部が非常にこう大きくなっているんですね。それをその資産のバランスシートも縮小もこの年内に行われる予定。 という,ふうに言われておりますでこれ注意しなければいけないのは例えば今まではまあ簡単に言うとお金がジャブジャブにこう資金の、ね、マーケットに出てきたのでその金余りなどを背景に株高っていうのが行われておりましたけども今後はその蛇口がこう閉まっていきさらに今度はその蛇口からですね資金を吸い上げようとこういう形も出てきますので,です、ね、今後はですね金余りを背景とした株高っていうのはちょっと見に考えにくい。 これ一つ重要なのはですねこれはまあ,あくまでもですね相場の格言みたいなものかもしれませんけれども実はこの政策金利の引き上げ3回までは対価はないだろうただし4回になるとそれ以降は株式市場などは大きな調整が起こる可能性があるよならというふうに言われてきてるんですね。ですからですね今年のですね米国の FOMC ではこのですね政策金利の引き上げが3月以降年3回なのか。 あるいは四回になるかによって、株式市場の行方も大きく違ってくるというふうに。ご理解していただけるとよろしいかと思いますね。で、その F. O. M. C. ですけども、実はアメリカのですね。F. O. M. C. は年八回ある予定です。ですね。ええーね、今皆様方がご覧になって、この日程ですと。三月に。ですね。先ほど言ったテーパリング。量定期緩和の縮小が終了して。ですね。早ければ。三月にも。 政策金利がの行き止めの利上げが行われるかもしれません。以後5月からずっとつねついていくんですが、実は今年2022年はアメリカでは11月に中間選挙、これがですね11月の上旬に行われます。通常ですね選挙のですね近いところではこのですね政策変更を行い行わないっていうのが一般論から言うと、まあ11月のところでは多分ですね政策金利の引き上げという変更を 引き上げななどの変更は多分ないと思いますとすれば3月から9月のまでの間に多ければ2内いしは3回さらに12月にもう1回とあるいは3月から9月の間に2から3ではなくて3から4とか、まあ、これは簡単に言いますとアメリカのですね物価の動向によって政策金利の引き上げの回数が増えたりあるいは物価がですね想定外に沈静化してくると 政策金引き上げはですねそこまで回数がないとかまあそういう形になってきますので今年資産運用を行う人にとってみるとこの FOMC の結果に一喜一憂するあるいは FOMC の政策金利の引き上げ回数に影響を与えるアメリカの消費者物価物価の動向がどうなるのかにおいて一喜一憂するそんな1年になるんじゃないのかなというふうにですね資産運用の世界では言われております。 ここまでが2022年の1月から3月までのお金回りの改正点、こういう形になってます。2回目は、4月以降の改正点について改めてお話しさせていただきたいと思います。ご静聴ありがとうございました。